これは僕の店の統括から聞いた実話なんですけど、まあある女性がベランダで下眺めていると、そこにまあ千田屋犬のレインコートを持った男性が現れたと。でその女性の住んでいるところはマンションなんですけど、まあ、下にポストがありまして、そのベランダからポストが見える位置なんですよね。でそこよく見ると、まあ、私の階のポストに入れたと、レインコート。私は怖くなって、私に何か関係してるのじゃないか、怖くなって部屋に身を潜めたわけですよ。じゃあその時にピンポーンってベルが鳴りまして、まあ怖かったんですけど、恐る恐る出たら、まあ、警察の方で、でこの辺で事件があったんですけど何か知らないですかって尋ねられたんですよ。その時に、まあ、もしチクってしまったら何か私に不幸があるんじゃないか、なんかあの男がしてくるんじゃないかと思い、まあ黙ってたわけです。何も知らないですと。でその数日後ニュースがありまして、殺人事件のニュースがありまして、でその、まあ、ニュースで出てきた人の顔がその警察官だったんです。